東京電力福島第一原発の事故との戦いは決して終わっていません。昨年末のステップ2完了は廃炉に至るまで長く続く工程の一里塚に過ぎません。避難されている方々がふるさとにお戻りいただくには安心して暮らせる生活環境の再建を急がなければなりません。生活空間の徹底した除染、住民の皆様の健康管理、食の安全への信頼回復に取り組むとともに、被災者の目線に立った公正で円滑な賠償に最善を尽くします。私は内閣総理大臣に就任後、これまで3度福島を訪れました。山々の麗しき稜線、生い茂る木々の間を流れる清らかな川と水の音、どの場所に行ってもどこか懐かしい郷愁を感じます。日本人誰もがふるさとの原型として思い浮かべるような美しい場所です。福島の再生なくして日本の再生はありません。福島がよみがえらなければ元気な日本も取り戻せないのです。国が地元と一体となって福島の再生を推進するための特別措置法案を今国会に提出します。